目黒区と渋谷区 の、 あの境を探してるんですけども、はい、なんか古民家の中庭がちょうど古民家の中庭ここら辺にあったっけ、落ちてるね。するっていうものよりもその人自身を舞台に乗せるっていう感じでやっていたので、なんかその人らしさとかその人の良さっていうのをそのままやっていたのがすごい私は好きでした。いや、もう練習重ねてきましたから、やると思います。よし、じゃあこれから頑張っていきましょうね。頑張っていきましょう。まあ、いつも通りのクオリティのやつをこうやって、あ、お願いします、まあ前回と同じですって渡したら、え、ダメだよこれ、なんか全然体裁整ってないじゃん。普段は普通に会社員、まあ、映画館とかそういうのにの運営とかに関わるのをメインにしてる会社の、まあ、部門は経理なんですけど、そう、拒絶が来て、あ、今この人との間にすごい区切りができたなっていうふうに思って、フィクションのことではあるんですけど、なんかそれをやったことで自分の気持ちもちょっと変わって、でまた日常の会社員の生活に戻って、で仕事するとき、なんかその演劇でやった気持ちっていうのを引きずってて、その元現実でやったやつをフィクションにして、でまた現実にフィクションと現実のなんかこう往復みたいのをしてると、どんどん自分でなんていうんでしょう、気持ちが整理されてくるというか。お疲れ様です。すみません、これお願いします。あ、いいです。はい、これコピー。はい。え、原本じゃない、ダメ。でも前回は。いや、前回は前回だし、今回の状況が違うし。え、それは分かるでしょ。ね、分かるでしょ。ね。修正。はい、はい、はい。レベルで、なんかその演劇っていうコンテンツがもっとこう手軽なものになったらいいって思ってるとこあるんだろうなっていうのを思います。すごい、あの検索の端末が違うっていうことは、例えばここの境界線、区境で事件が起きたらどうなるんですかね。区境を
浜田さんどうなんですかね。えっちゃんさんと2人で境についてのシーンを作ったんですけど、その時にあのえっちゃんさんがあの刺す、僕を刺すっていう役をやってて、今日別に、まあ、どうですかね、気になりませんか、気になるほどない、あっ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 刺すっていうアイデアはえっちゃんさんが言ってくれて、でなんかあ、舞台上で人って刺していいんだみたいななんか結構そのアクセスダイレクトだなって警察ですか？すいません、人が刺されて倒れてます。至急来てください。はい、目黒区と世田谷区の小堺です。はい。ミステリーとかああいう2時間ドラマが別に好きで見てるわけじゃないんですけど、刺してみて倒れたらどうみたいないう話で、それもなんかふっと思い浮かんできて、ああ結構開放的な感じで自由になった感じがしますね。うん、あの職場だとやっぱりあの会社ではこういう服を着てこういう言葉遣いで上下関係しっかりしてて、あなたの立場だから、まあ、こういう言動でこういう振る舞いをしなさいっていうよう な, なんか暗黙のルールみたいなのがやっぱりあって、それを逸脱すると結構なんか陰でこそ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 って言われたりみたいな、雰囲気が良くなくなったりっていうのがあるんですけど、まあ、そういう上下関係とか横の関係とかがない、こう皆さんと一緒にそういう制限がない中でいろんな自分を表現するっていうのがすごく自由で開放的で、うん、なんか心地よかった。例えば演劇のワークショップに参加してみたりするのはどうだろうかと、ああなるほどと納得し、後日ツイッターでたまたま今回のこのワークショップの案内を見まして、これだ、早速申し込もうと申して、申し込みまして、今回この演劇のワークショップに参加することとなりました。一番衝撃というかびっくりしたのは最初の日かな、2日目かちょっと忘れましたけど、あの小さい楽屋みたいなところに行って、この部屋の中に気になるものを見つけてその理由を述べよっていうのがお題であったんですけど、あの人によって見つけてくるものが違う、それはまあもちろん当たり前なんだけど、理由がですね、私の想像も絶するような理由だったんですよ。明治、大正、昭和、平成、境目になぜ行くのかとか気になったものを見つけるとかって言われても、こうある意味で無目的なんですよね、理由がないから。こまごまとしてる、自由、自由って先にかっちゃんさんが言った方がいいかなって気がします。そうですね、始まるまでできる、みんなで行って作ろうと言ったと言われた時にそんなのできんのかなと実際に思いました。なんか瞑想って初めてやったけど気持ちのいいもんだな。あ、かっちゃんさん。あ、花見さん、こんにちは。こんにちは、携帯忘れてました。そんな感じで。そうでしたね、なんか気がつかないときにどっかフラフラと出かけたりとかですね、あとあの終わったら必ずみんなでパンケーキ食べようねって約束したのに勝手に今川焼きを買ってね一人で食べてた。長年あの客席から舞台を見てくる習慣しかなかったんですけど、舞台から客席を見るっていうのはこんなに快感かという感じはしましたけど。